さすが喧嘩の灰の男、かっけえ。かっけえなあさあ。誰が喧嘩無敗の男だって。なんだおめえら、なんだよこの野郎。おいおめえら、金払ったら見逃してやるよ。てめえらに払う金なんてねえよ。じゃあ近づくで奪うぞ。おら、おい、やってみろ。これ後悔すんじゃねえぞ。やめんじゃねえぞ。おい、なんであいつあんな遠く行ってんだ。松さん、どこ行ってんすか。こっちっすよ、こっち。俺は帰るぞ。ああ、何言ってんだよ。俺、そうっすよ、松さん。はっ、せっかくの喧嘩があまりに圧勝じゃ、つまんねえでしょ。ワイルドサイドの友達に。うわー、逃げろー。松さんはな、まだ友達でもなかった俺のために敵討ちをしてくれた人なんだ。以前、松本は花山型をした相手を自ら型をしたかのように見せ、熱田を欺いたことがあるのだ。それだけじゃねえ。俺が死ぬほど努力しても勝てなかったブラックエンペラーをワンパンで倒したことがある。以前、ブラックエンペラーこと花山は松本の正体がバレると不都合だと感じ、あえて負けてあげたことがあるのだ。そう、つまり熱田が見ていた松本の姿は全て幻想なのだ。そうそう、ブラックエンペラーを倒したというブランドさえある、喧嘩などやらずとも相手が降参するのさ。俺実際に見たわけじゃないんで納得できないっす。え、それじゃあ仕方ねえな。松さん、松さんの力はこいつに分からせてやってください。え？え？そうっすよ、松さん、こいつの体に重しやってやってください。え？わあ、わあ。終わった、もうやる感じじゃ、もうやる感じじゃ。腕とかまくっちゃってるし、終わった。お前ら、こんな時間まで何をやってるんだ。早く帰れ。くっす。はぁ、ひとまず助かった。このままなんとかうやむやに。しょうがないですね。この続きはまた明日ってことで。おう、おう。だよな。松本は考えることをやめた。好きな場所に行き、好きなことをした。そして好きなものを食べた。いわゆる現実逃避である。そうして一日を終えたのであった。ああ、終わった。結局何の策もなしにこの時を迎えちまった。それじゃあ松さん、昨日の続きお願いします。おう、おう。こうなりゃもうやってやら、来いや。参りました。おい、大丈夫か。おい、すいません、やられちまいました。あいつら決定して一人の時を狙ってきやがるね。くっそ。松さん、俺らの化石取ってください。は？松さん、俺からもお願いします。
おお、うん、そうだな。どけ。俺は強い。俺は強い大将だ。おいおい。あれわざわざ自分から出向いてくるとはな。何もしねえのに恐怖で気絶したぞこいつ。なんだこいつ。あれ、俺は確か。俺はまともにやられることもできねえのかよ。どうせこのことは明日にはバレる。暑さと量に正直に話そう。久しぶりやな、レッチネームです。懐かしいやん。みんな知らないんすか、あいつ3年のピョンスさんっすよ。おい誰や、調子乗ってる1年はこれ。めっちゃ厳しい先輩らしくて、うちの学年も何人かやられたっぽいっすよ。あ、お前らかい、調子乗ってる1年はこれ。松さん、松さん、何やってんすか。いくら3年相手でも松さんが相手なら足元にも及ばないっすよ。かましてやってくださいよ。確かに同じ1年で敵取れるのは松さんぐらいっすか。はいはい、出ました、高校デビューの弊害。どうせ拒否権ないんでしょ、やるしかないんでしょ。はいはい、やりますよ。あ、なんやお前、調子乗っとる1年ってお前のことかい。ああ、そこらつまんで一緒にしたいべ。そしてどうも戻ってかれ。おいで、出ろ。大変申し訳ございませんでした。なんやお前、さっきと全然ちゃうんやけ。お前、先ほどは身の丈に合わない行動をとってしまい大変後悔しております。今後はですね、先輩としてご指導ご面接の方ですね、お願いいたします。あ、こちらはお近づきの印です、どうぞ受け取ってください兄貴。